どうも、作太郎です。今日も森でデイキャンプしていきます。ポーランド軍ポンチョテントと本間製作所の3面ガラス付き薪ストーブ。これで真冬のデイキャンプ、ぬくぬくとやっていきたいと思うんですけれども、ポーランドのポンチョテントをだいたい2枚重ねてテントにするんですけど、デイキャンプの時では1枚でもいいかなと思いまして、本当は2枚つなげて貼るんですけれども、今日はシングルで貼ってみました。こんな感じですね。0度とか氷点下1、2、3度くらいならこれで十分かなと思います。そんなにボリューミーじゃなくてかっこよくはないかもしれませんけど、はい、こんな感じになってます。後ろから吹いてくる風がこれでカバーできます。今日はこんな感じで調理していきたいと思います。はい、ではまずバターですね。で、玉ねぎ炒めたいところなんですけど、今日は長ネギですね。冬ですからね、エアカットでいきます。青いところもね、入れちゃいましょう。長ネギとチーズって合いますから。ベーコンです。はい、鶏のもも肉、細切れですね。これも切ってあります。小エビです。はい、ここでちょっと下味つけますね。ベーコンから塩味が出ますので、軽くでいいです。はい、軽く炒めましたら小麦粉をふるいますね。ふりすぎ注意です。こんなものかな。で、ここで炒めます。先ほど最初にバターを入れましたので、バターと食材と粉を炒めますので、ここでルーの役割が発生するんですよね。はい、ですからここに牛乳を入れればとろみがつくという、そんな感じです。十分炒めないとちょっと粉臭くなるので十分炒めます。うわ、ちゃはい、そしたら牛乳入れます。目見当でいいですね。キャンプ飯ですからね、目見当で。今日は別にレシピとかもねないですからね。はい、これはもうすでにね、こうとろみがついてますよね。これ様子見ながら入れていきます。もしこの段階で粉が少なすぎてとろみが少ないという時は、ここに粉を入れるわけにはいきませんので、そのフォローとしておすすめなのが、この水溶きいらずのとろみ醤油というこの片栗粉ですね。これを水で溶かないでいいので、さっさっと入れてもらえばあっという間にとろみがつきますので、はい、ちょっと自信ない方、一応フォローとして持ってくるととても重宝します。日清水溶きいらずのとろみ醤油、これです。
はい、いい感じのとろみつきました。ちょっと味を見てみましょうかね。一発で決まってますね。美味しいです。ここにまだチーズが入りますのでね、そんなにしっかり味がつかなくても結構ですね。美味しい。はい、そうしましたらマカロニですね。これを入れます。もう茹でてありますね。普通のマカロニよりこのサラダマカロニ、こういうタイプが好きですね。適量です。ミックスチーズ乗せます。はい、さらにチェダーチーズですね。これも乗せます。はい、さらにその上からも軽く焦げた時色がまばらになるように、さらにチーズです。はい、火を当てまして、底のギリギリまでつけてみました。いい感じかな。出してみます。はい、いい感じになってます。はい、ミックスチーズとチェダーチーズがまだらな感じにグラタンになっております。美味しそう。はい、これでいただいていきます。はい、このままだとね、熱々でいいんですけれども、焦げてしまいそうなので、はい、この五徳です。これを乗せまして、ちょっとワンクッション置いてね、ここで。少し温めながらという感じで食べていきます。はい、ではこれでスキレットキャンプグラタン出来上がりです。ではカベルネソビニョンいただいていきます。あ、可愛いです。いただきます。うん、グラタンはいい。もう夕方になって多分氷点下になってると思うんですけどね、熱々で美味しいですね。この本間製作所の三面ガラス薪ストーブもね、とてもいいパフォーマンスを見せていただいてます。うん、長ネギとチーズのマリアージュ最高ですね。とても美味しいです。この時間がいつまでも続けばいいなと思うくらいの美味しさですね。冬のデイキャンプ最高です。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。失礼しまーす。